皆さんどうもこんにちは。カビゴいない。まあいいや。はい、皆さんどうもこんにちは。ワンディアンのゆうぽんです。今日はこちらの雑貨屋さんで、久しぶりですよこれは。こちらのね、ミニチュアを購入してきました。相変わらず大好きなので、でね、富士サンプルシリーズっていうものが本当に大好きで、でなんかよくアマゾンでこれね、スーパーのミニチュアをよく見かけるんですよ、アマゾンで。これ欲しいなと思って雑貨屋さんに行ったら、なんと置いてありました、箱で。なので今日はね、ご紹介をしていきたいと思います。こちら家地下スーパーってものですね。餃子とかあるみたいなんですけども、開けていきます。作んないといけないじゃないですか。はい、こちらですね。こちらで作るみたい。なんか切ったりして切ってあるみたいです。はい、こちらが箱です。8箱ですね、8箱。じゃあまず最初にこちらから開けていきましょう。家地下スーパー8種類、種類はこんな感じですね。マジでスーパー、ほらめっちゃスーパーでしょ。じゃあね、開けていきます。でまずカゴ欲しいな。カゴでは開けます。なんかユーポの巨人に見えてくる。まず一つ目は、ユーポの狙いとしては餃子が欲しい、あとカゴが欲しい。カゴ来た。あららら、これ何ですか。これは4番ですね。今晩は大好きなシチューだって、だと思った、シチュー。あ、でこれ見て、チラシもある。チラシいいじゃないか。じゃあちょっと開けて組み立てていきましょう。ゴミ、ブロッコリーですね、ブロッコリーちゃんね、ぶっ壊れてますよ。ゆうぽもね、カレー派かシチュー派かって聞かれたらシチュー派って答える。ゆうぽなんかクリーム系好きなんだよね。クリーム系わかる人いる？なんかカレーとかじゃなくてクリームスパゲティとか好き。入れて、これ折るの結構難しいな。これ何これ、シールとかついてるよ。シール値段貼んないといけないのか、大変ね。でもこれゆうぽんやったよ、これ実際こういう仕事した。なんかお仕事体験のやつが行事にあって、学校の2年の時、それでね、ゆうぽんスーパー貼って働いたから、スーパーで結構楽しかった。なんかシャキってやって、なんか人参のさ、こういうとこあるじゃん、こういうなんかテープみたいな、テープみたいなの、こうギッてやって夜みたい語彙力が。でもね、それが結構難しかったんだけど、楽しかった。スーパーの仕事、なんか中の仕事だったけど、でも外にこう出す仕事もやった、並べたりするの。場所が分かんなくてちょっとあれだった。うわ、あの頃に戻りたい。え、これブロッコリー何？そのままか、かわいそうに。じゃあね、ちょっとこのチラシとレシート切ります。チラス&レシート、レシートですね、レシート。レシートこんなちっちゃいのちゃんと文字書いてあるっていうね。よっこいしょっと、はい、はいじゃない。はい、ということで全部組み立て終わりました。結構ね、じゃがいもとかさ、この肉はちょっと結構グレーかな。あの人参とかめっちゃリアルだよね。でこのシチューの箱を開けますと、シチューのね、ルーが出てきます。なんかチョコレートみたいですね、ホワイトチョコレート。でね、ちゃんとね、細かいのに文字も書いてあります。レシートもそうだけど。じゃあ続いて2箱目、まだね、あの餃子が来てないね。納豆もあるんだ、白菜とか卵とかも。はい、あ、納豆来た、納豆って言った、納豆来た。これはたまには楽しくして惣菜ご飯ですね。3番、これもシール入ってる袋です。今回これ肉じゃがかな、肉じゃがってこんな感じで入ってる。これあー、指がでかすぎて。で次ご飯、え、どれご飯って、あ、何、ちょっとこれさ、蓋ないかと思ったの、蓋入ってないじゃんと思った。この上からもシール貼るみたい。じゃあもうこのご飯とさらばじゃん、触るのも。あー、こんなズルなんて気にしない。ちょっと気にするわ。ちょっとこれハサミで切ればいいんだもん。これで気にしない。はい、ということで並べてみるとこんな感じです。結構いいね、ご飯とか結構クオリティ高くてびっくりした。あとこれ唐揚げとか、でこれ肉じゃがね、肉じゃが、ほら、あれ、映さなかった、ほら。でこれが鮭とキムチです。じゃあ次3箱目、次は何でしょうか。はい、餃子来た、やった餃子。これは直売日に買いすぎちゃっただろうね、結構買ってるもんね、これね。枝豆とかさ、あのパピコのやつとか結構買ってますね、こちらの方は。作りますよ、こんな食べてたら、たい焼きも。何これ、シーフードミックス、
はい、ということで全部組み立てました。これたい焼きね、たい焼き、これたい焼きが2個入ってます。脱出しないでください、顔を出さないでください。で、これ餃子。そう、この餃子一番楽しみにしてた。あ、こちらも開封済みです。ほら餃子、よくほら水と油なし、簡単に綺麗に焼けるバクリじゃん、もうこれ。で、枝豆ですね、枝豆、これもよく冷凍食品にありますね。はい、枝豆固まってます。シーフードミックス、エビ、イカ、アサリ、あんまこれ買わないね。だからあんまりユポわかんないんだ、これ。これ毎日お風呂上がり食べてますね。プチコです、プチコ。で、これも中にちゃんとありますよ、ほら。で、袋ですね。では4箱目。あ、シャンプーとか出てないわ、まだ。キャベツとかしめじとかも日用品が出てない、まだ。はい、お、これはキャベツです。やった、キャベツ。新鮮野菜で野菜炒め、いいね、ユーポン野菜炒め大好き。あと、もやし炒め。では組み立てていきます。はい、ということで組み立て終わりました。これがピーマンですね。ユーポンはなんか仕事の体験するときピーマンでやってた。めっちゃピーマン両方で疲れた。これ取れるんだね、ピーマン取り出せます、これ。で、キャベツで、もやしめっちゃリアル。ペーストです、こちら。ペースト生肉の豚肉です。ユーポン豚肉一番好き。肉の中だったら豚肉一番好き。では5箱目。これは日用品来ました。待ってました、日用品とカゴ。これはあれじゃないですか、消臭剤、電気ピコーンってはい、ということで全部組み立て終わりました。で、これカゴですね、カゴ。で、これがプチッとです、詰め替えと本体です。で、これね、さっきも言いましたが消臭剤です。消臭剤、消臭剤、プチ消臭。で、これうまいよね。これ今までの中で一番これうまいなと思った。プチ電球、なんかプチ電球っていいよね、なんか普通にありそうな気がする。電球です、電球があります。あー、割れた今の、ね、僕は使えないですね。で、アルミホイル、アルミホイルの中にアルミホイルですか、これ。ここの、ここ全コンプだ、ここ全コンプ、あとここだけだ。お、白菜来た、白菜。こちらは給料日にやっぱりすき焼きだね、だって。じゃ組み立てます。はい、ということで組み立て終わりました。で、これがこちらブナしめじです。めっちゃリアルじゃない、めっちゃ生えてる。で、これが白菜。で、これがロース焼き用。めっちゃリアルですね、この感じね。で、これが焼き豆腐。これシールでね、蓋してるから。で、すき焼きのタレ。これないとすき焼きじゃないですからね。卵。卵ちゃんです、これ。なんか最近卵しかやってない気がする。ほら、卵です。これは割れないですよ、この卵は。で、まだ出てないのがね、この油とか、米とか、あとはこのパン。朝ごはんかな？朝ごはんのやつが出てない、まだ。はい。お、朝ごはんが出ました。朝ごはん。明日の朝食は買わないと。ですね、買わないと。やばい、見て、リアルじゃない。はい、ということで全部組み立て終わりました。これは袋と、これ食パン。ほら、リアルじゃない、ここ止めるとことか。ユッパンも野菜ジュース飲まないかな、なんかトマトジュースとかちょっとやばそう。これね、ジャム。だからプチヨーグルトです。ヨーグルトちゃんと入ってます。プチチーズ食べたくなってきたな、チーズ。ほら、これの、この1個だけが取れます。これ一番クオリティ高いなと思った。これね、本当は分かれてるの、2つとも。でもシールでこう固定させてるって感じです。マジでハムっぽいよね。それで続いて最後の箱開けていきます。最後は多分ね、これですね。夫婦の強い味方、ネットスーパー。ネットで買ったんだ、まさかの。ネット、油が大きい、油が大きいです。夫婦の強い味方、ネットスーパー。そういうことか、ここにこうやって入ってたってことか、こうやって。はい、では今から開けていきます。先ほどね、ネットスーパーが届きましたので、開けて、わー、見て、可愛くない？だってさ、これとは限らず、こういうさ、豆腐とかも入れていいからね。で、まず最初に、あらら、ちょっと硬くな、あれ、パスタどこ行った、あれ
まあパスキーさ。パスどこやったっけ。さっき入れてたんだよここに。あった。はい、これがイチゴです。こう袋の中に包まれてる中、ほらこうやって取り出せます。でこれがパスタ。おお、なんかどこかで見たような。でサラダ油、ほら。でこれ味噌煮です。味噌煮、これはもう大切ですね。ご飯、ちゃんとねご飯の形してるんだよこれ。プツプツ。じゃあねこれね作っていきます。多分これレジだと思うので。はい、ということで完成しました。ほらこれレジでいいです。あ、なんか下こうなってんのか。ここにカートを乗せると、こっちお客様とかレジピッピッつって、かわいいね。なんかこれさ、カートこれカゴ置いてるだけでもかわいくない。ちょっと物入れてみます。ほらどうですか、皿にさ物入れたらさ良くなったよね。結構かわいい。こうやっていらっしゃいませって、いらっしゃいませって感じですかね。結構クオリティ高かったよね、こんなにちっちゃいのに。ぜひね皆さんもよかったら家近スーパーのミニチュアを購入してみてください。え、ね、本当にねプチサンプルシリーズっていつもクオリティが高いんですよ。なんかちっちゃい頃憧れてたものが買えて本当に嬉しかったです。またね新しいシリーズ出るのを楽しみに待っています。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方もフォローやロポンです。ではおつぱん。